ミウチャリティーゴルフコンペは、室戸市で清涼飲料水などを製造する大道竹中ビバレッジが地域貢献のため毎年開催しています。20回目となる今年は276人が参加しました。昨夜南国市で開かれた贈呈式では、竹中博次社長が県の職員に大会で集まった寄付金30万円を贈呈しました。寄付金は高知県子ども食堂支援基金に充てられ、県内の子ども食堂の開設や運営のために使われます。